はい、ホンダ CB1000 スーパーフォアですね。こちらはまあ、ザ・ビッグバイク、ザ・ネイキッドビッグバイクというのに非常にこうふさわしい外観ですね。まあ、それもそのはずですね、1リッター、まあ、リッターバイクのですね、まあ、こうしたスタイルの CB としてのネイキッドとしてはですね、まあ、これが一番最初の型になるということです。だから全てはですね、これがまあ原点になっていくのかなというような感じですね。はい。で、それまでの CB7 半と何が違うかというとですね、エンジンもちろん違います。どう大きく違うか、排気量ではなくてですね、それまで空冷だったものが水冷化されているということですね。まあ、というか、まあ、空冷のエンジン自体ですね、まあ、先日、まあ、昨今のですね、まあ、空冷のモデルが復活したっていうことが非常にこう珍しいぐらい、時代の流れに非常にこう逆行しているものなんですね。まあ、当然水冷になって当たり前、というところで、生まれたのがこのバイクです。はい。まあ、見たままですね、非常にこうオートバイとしての概念、まあ、でもその概念というのは日本人が、まあ、持っているもの、日本人が、まあ、バイクに対してこういうものだと思っている形、イメージがですね、現実化したような姿じゃないのかなというふうに思います。はい。排気量は約1リッターにしてですね、98馬力かな、を発生します。はい、98だっけ、90何馬力かです。はい、確かね、リッター100馬力はまだ超えてない、まあ、超えてないというか抑えてあったと思います。はい、抑えてあります。で、この車体が発売されたのが1992年。はい、1992年に発表されて、モデル年式でいうと93年になるのかな、あれなんですけども、面白いことに当時の価格は92万円。はい。で、その次に出たやつは96年だっけなのやつは96万円とかですね、年号の金額がそのまま定価に反映されているというですね、はい、そういうパターンを見つけてしまいました。はい、これ多分そういうことだと思うんですけども、はい。エンジンガード付きです。マフラーはノーマル。はい。まあ、小傷あるにせよ、外観はそれほどやれておりません。はい。走行距離が7万2000キロ走っております。はい。ただですね、この頃のリッターオートバイっていうのは、まあ、リッターに限らずなんですが、もうね、10万キロ持つようにできちゃって作ろうっていう、そういう目標のもと作ってます。だから、まあ、正直で、売る方の気持ちと買う方の気持ちと作った気持ち、人の気持ち、メーカーの気持ちってかなりこうずれが、隔たりがあるのは僕も分かっている上で言うんですけれども、まあ、販売という形になってくると、正直もうホンダのバイクで言うと、もう4万キロ超えると難しくなってくるんですね。1万数千キロ超える、8千キロとかで結構走ってるとか言われちゃう時もあるんですよ。で、よくご存知の方だったら、まあ、そんなことないだろうっていうふうにお分かりだと思うんですけども、確かに教習所のバイクとかですね、まあ、白バイなんかもそうだと思うんですけども、確か教習所のバイクは大体6万キロか7万キロで廃車になるんですよ。まあ、ただ教習所のはいろんな初心者がもうぶっ倒しまくってるんで、まあ、それくらいが限界だろうなっていうのは思うんですけども、CB の1000に関してはですね、まあ、これちょっと保証できる話じゃないですけども、10万キロ以上は僕全然走ると思います。はい。もちろん無免停で行けるかどうかとかですね、まあ、そのシビアコンディションかどうかっていうのもいろいろこう加味してくるとは思うんですけども、感覚的に言うと400cc とかですね、250cc とかですね、ああいう小排気量車でこの距離数になってくると、結構あちこちガタガタになってきて、うん、まあちょっと乗れるだろうけどもなっていうような微妙な雰囲気になってくるんですけども、正直リッターバイクだと軽自動車よりも大きい排気量なんで、まあね、軽自動車も7万2000キロって、まあ結構走ってるって言われれば、それはそうなのかもしれないですけども、普通にリッターカーとかになってきたらですね、まあ、10万キロ普通に走るもんじゃないですかよ。まあ、この通り、特に違和感感じないです。特に違和感感じない。
うん、全然違和感感じないです、はい、前のオーナーさんの管理も良かったっていうのもあるんですけど、ちなみにリアショック、昭和のショックが入ってますけども、これ、前のオーナーさんからのプレゼントでオーバーホールをですね一度かけたというものをですね、いただいております。でそれをこう、付け替えて、今の状態にして、あります。はい。であと、まあ、ローターとか、まあ、ブレーキディスクローターですね、まあ、こういうところもそうなんですけども、見てその減り方で大体乗り方が分かるんですけども、非常にこう均一な減りをしているので、私的に見ても全然問題ない。それからインナーチューブもそこそこ綺麗だし、で車体にもですねあんまサビとかあまり見られないんですよ。だから、まあ、まともに乗られてまともに保管されてきた、72,800キロ、ですので、あんまりそのこれを点検するにあたって特にそのなんか、ね、ジャンクにしなきゃいけないような理由とか現状にしなきゃいけない理由っていうのが全く見当たらないんですよ。だからうちとして、標準的な、なんていうんですかね、ラインがあるんですけども、まあ、この程度 の条件を超えたら普通に乗れるなっていう程度があるんですけども、それをは普通にちゃんとクリアしちゃってます。はい、さすがホンダのものづくりだなっていうふうには感心しますね。であとオートバイってたくさん走るとどんなところが傷んでくるかっていうとですね、基本的に目に見えて動くところ、例えば、まあ、ハンドルが動くとか、タイヤが回るとか、レバーが動くとか、チェーンが回るとかですね、そういうところですね。でそうしたところっていうのは逆に言うと交換しやすくできてます。はい、で点検もしやすくできてる。で そこら辺もちょっと見てみてですね、まあ、もちろんスプロケット等はちゃんと交換されて、いるし、チェーンもですね、別にその新車の時のやつをだましだましついてるわけじゃないです。はい、なのでまあ距離が距離なんで値段は安く出してはいるんですけども、多分結構お買い得なんじゃないかなって僕は思います。はい、まあそんないい子ちゃんですね。うん、走りやすいですよ。すごくトルクがすごく太くてですね、まあ、まさしくザ・ジャパニーズスタイルっていうオートバイじゃないかなというふうに、思います。っていうかですね、まあ、自分でその僕中古車屋なんで、そのいろんなことを言うとですね、自分の商売そのものも否定するしているんじゃないかっていうようなことをよく言うんですけど、ブレーキディスクローターを見ると大体その走行距離数が分かるんですね。で本当申し訳ないですけど、このリッターバイクでこんだけ重たいバイクが72,000キロ実走行で走ってるっていう消耗よりも、時々入ってくる、まあ2万キロか1万8000キロぐらいの、人気車種の250ネイキッド15年落ちとか20年落ちとかのバイクの方がおそらく距離は進んでます。はい、なんでかっていうと、せっかくだからじゃあちょっと近くで撮ってもらっていいですか。フロントのディスクローター、7万2000キロ走ったバイクのディスクローターの摩耗がこれです。はい、ね、比較的ツルツルしてますね。で変なボコボコもないし、そこまで減ってない。リッターバイクの方が、当然摩耗は早いです。なんでかっていうと、車重が重いしパワーもあるから。はい、で使ってるブレーキディスクローターっていうのは、まあ、雑な言い方ですけども、材質とかそういうもの自体はバイクが大きくてもちっちゃくてもあんまり変わりません。はい、まあ、口径が多少違うとかですね、厚みが多少違うとかそういうのはあるんですけども、減り方については、実際同じように減っていくはずなんですよ。要は、まあ、まあパッドの種類とかね、メタル当てちゃったっていうのもあると思うんですけども、まあ、そこへ来て 250cc で1万何千キロってやつがはるかにこれよりも減ってるっていう場合の方が、古いバイクだと普通、はい、400以下だと普通にあります。で、まあこれよりもね、少しメカナイズ出しながらこうエンジン回ってたり普通に走ったりとかしますけれども、で僕ね、そういうのがあるとき言うじゃないですか。で距離これだけども、ローター減ってるからガリガリだし、これ絶
対この距離じゃないと思うんですけども、一応状態的には走れるんでメーターはあんま信用しないでくださいっていう言い方は、まあ、よくしてるの、まあ、あの賢明な視聴者さんだとよくご覧になってると思うんですけども、実走行であれば7万2000キロっていうのはあんまりリッターバイクだと怖くないです。はい、あんまり怖くない。あの教習所のバイクとは使用条件異なりますからね、なのでこのプロジェクトビッグワン、はい、CB1000 スーパーフォアですね、僕の目から見てもそうだし、まあ、あとあの買い取りの時にですね、前のオーナーさんともお話しさせていただいたんですけども、あの 前のオーナーさんはあのお医者さんなんですけど、非常にこう大事になさってましたし、特にですね不具合なく次の方乗ってもらえるんじゃないか、まあ、不具合なくっていうと誤解されるかもしれないんですけども、あの なんだろう、あのもう仮走行でガタガタっていうようなコンディションじゃないです、はい、あの全然まだまだ全然普通に管理されて走るし、メーターの巻き戻しもなく1992年から時を重ねてきて年を重ねてきたオートバイとして、程度の良いものであるというふうに僕は言えると思います。はい、というわけで、いかがなもんでございましょうか。はい、冬なんで納車に関しては一応あの行ける範囲でトラックで行きますけど、まあ、乗って帰りたい場合についてはですね、その辺天気と調べてみてください。はい、全国納車いたしております。でうちのですねいつもの納めの基準で、やっております、車検がを取って、まあ、納車整備そして点検を行い、テスト走行を行い、そして点灯乗り出しの価格です、輸送が必要になる場合はその分は別途加算になります。はい、そうあのタイヤとかも全然まだまだ使えるんで、あのこのままの状態で、普通にすぐ乗れちゃうかなと思います。はいですね、まあ、乗れちゃうかなというか、このままの状態で乗れる状態にしてうちは売ってるんですけど、はいという感じですね。もし気になるところがあればご連絡ください、もしくは見に来ていただけると幸いでございます。リッターバイクのデビューとして非常にいいんじゃないかな。あのシートも若干ローシートですね、これね。あのさっき僕またがって思いましたけど足つき非常に良好です。はい、よいしょ。あとあのヘッドライトのオンオフついてます。やっぱねリアショックがオーバーホールされただけあって、かなり乗り心地がですねグッとこう踏ん張ってくれる感じしますね。これはいい、非常にいいです。で車体のバランスも非常にこうよく取れております。はい、さすがホンダのものづくりですね。はい、そういうわけで、ホンダ CB1000 スーパーフォア、どうぞよろしくお願いいたします。